アマゾンアドバタイジングキャンペーンを最適化して広告費用対効果ロ o ーズを管理することは事業の目標を達成する上で非常に重要ですこのビデオではロ o ーズの概要目標値を決定する方法スポンサープロダクト広告キャンペーンのロ o ーズを さらに効果的に管理するための最適化戦略について説明します。これらの戦略の多くは、スポンサーブランド広告キャンペーンにも適用することができます。ロワーズは、広告の費用対効果を測定するための重要な指標です。ロワーズは、最適化を目的として、キャンペーン、またはキーワードレベルで分析できます。または、すべての広告費に対するロワーズを算出して、 事業への影響を把握することもできます。ロアーズを算出するには、広告経由の売上合計を広告費の合計で割ります。ロアーズは売上広告費比率、アーコスとは正反対の値であるため、ロアーズのレベルが高いほど理想的です。ロアーズの目標値は、特定の目標に応じて広告主様ごとに異なります。通常広告主はロアーズの目標値として、 1>, 1以上を設定しています。それでは事業目標の達成に向けて、ロアーズを管理する方法をいくつか見ていきましょう。スポンサープロダクト広告では、動的な入札を活用し、コンバージョンの可能性に基づいて、アマゾンが入札単価を自動的にリアルタイムで調整することができます。動的な入札は、パフォーマンスを自動的に改善するために考案された、キャンペーンの最適化を図る機能です。 スポンサープロダクト広告が表示されるたびに、アマゾンはそのクリックのコンバージョンが発生する可能性を予測します。コンバージョンが発生する可能性が高い場合、インプレッションを獲得してお客様に商品を表示できるよう、アマゾンは入札単価を最大100%まで引き上げることがあります。また、コンバージョンが発生する可能性が低い場合、アマゾンは入札単価を最大100%まで引き下げることがあります。 この機能を有効にするには、キャンペーンの作成時または編集時に、キャンペーン入札戦略から、動的な入札アップとダウンを選択します。また、部分一致、フレーズ一致、完全一致からなるキーワードのマッチタイプを調整することで、広告の露出回数をコントロールし、各キーワードのロアーズを管理することもできます。部分一致では、お客様の検索キーワードに対して、 語順が異なる場合や類似するキーワードの場合にも幅広く広告が表示されます。フレーズ一致ではお客様の検索キーワードに対して完全に一致するフレーズまたは前後に他の語句を含むフレーズが含まれている場合に広告が表示されます。完全一致ではお客様の検索キーワードに対して完全に一致する場合にのみ広告が表示されます。 複数形など完全に一致するキーワードの変化形もヒットの対象になります。目標を達成していないロアーズの低いキーワードの場合、トラフィックのボリュームを減らし、関連性の高いトラフィックを増やすため、マッチタイプを部分一致ではなく、フレーズ一致や完全一致に変更してみることをお勧めします。スポンサープロダクト広告のマニュアルキャンペーンに除外キーワードを追加して、 広告に対する無関係なトラフィックを最小限に抑えることもできます。広告レポートから広告コンソールのターゲティングレポートをダウンロードします。ターゲティング列でファイルを並び替え、クリック数が高い一方で売上げの低いキーワードを探して、大きな売上げを生み出さずに予算を非効率的に消費しているキーワードを特定します。スポンサープロダクト広告のキャンペーンでは、 これらのキーワードを完全一致の除外キーワードとして追加し、購入者がこれらのキーワードを使用して検索した際に広告が表示されないようにします。除外キーワードのマッチタイプは1ヶ月から3ヶ月ごとに見直し、時間の経過とと,ともに検索トレンドの変化に対応しましょう。次にパフォーマンスの高いキーワードに対する入札単価を引き上げ、インプレッション数の最大化を図りましょう。 ターゲティングレポートを売上合計別に高い順から低い順に並び替えてパフォーマンスの高いキーワードを特定します。これらのキーワードでロアーズが事業目標を達成している場合入札単価の引上げを検討してください。入札単価以上の金額を支払うことはないため予算を超えることなくインプレッション数を獲得する可能性が高まります。引き続きこれらのキーワードのパフォーマンスを監視し、 ロアーズが目標値から外れていないことを確認します。次にキャンペーンのうち、ロアーズおよびパフォーマンスの低いキーワードを特定します。これらのキーワードは大きな売上を生むことなく予算を非効率的に消費してしまうため、入札単価の引き下げやキーワードの一時停止を検討しましょう。ロアーズの低いキーワードを特定するには少なくとも2週間に1回、 キャンペーンのターゲティングレポートをダウンロードしてください。ファイルをロアーズ別に低い順から高い順に並び替えます。平均クリック単価を示すレポートの CPC 列でロアーズの低いキーワードを確認し入札単価が平均クリック単価をわずかに下回るように引き下げます。これにより広告がクリックされた際に支払う上限金額を引き下げます。購入者が Amazon で検索すると アマゾンアドバタイジングはリアルタイムのオークションを実施して、表示する広告や広告を表示するページ内の掲載枠を決定します。そのため入札単価が低い場合でも、引き続きこれらのキーワードを使用してトラフィックを誘導しつつ、ロアーズの目標値も達成できる可能性が高まります。入札単価を引き下げても、パフォーマンスの低いキーワードのロアーズが向上しない場合、 キャンペーンの優先度が高くないのであれば、これらのキーワードの一時停止を検討してください。最後に、スポンサープロダクト広告のオートターゲティングキャンペーンを活用して、売り上げにつながる新しい検索キーワードを見つけましょう。スポンサープロダクト広告のオートターゲティングキャンペーンは、新しいキーワードを特定して、お客様が出品商品を見つけるのに使用している検索キーワードを把握することを可能にする。 便利なツールです。検索ワードレポートをダウンロードする前に、オートターゲティングキャンペーンを2週間以上実施してください。ロアーズ別に高い順から低い順に並び替えて、ロアーズの目標値を達成しているインプレッション数とコンバージョンの高い検索ワードを特定します。スポンサープロダクト広告のマニュアルキャンペーンを作成し、ターゲティングオプションからキーワードターゲティングを選択します。次に特定した検索ワードを フレーーーズ一致のキーワードとしして追加します引き続きこれらのキーワードを監視しパフォーマンスに基づいて入札単価を調整しますこれでキャンペーンを最適化してロアーズを管理する準備が整いました Amazon ア,アドバタイジングキャンペーンの最適化に関するヒントについては広告コンソールをご覧ください